はい、どうも、スタジオです。今回の動画は、最近お迎えしたサビトマトガエル、この子に餌やりをしていこうかなと思います。で、サビトマトガエルの、給餌動画は、今回が初めてですので、よかったら最後まで見ていってください。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで早速餌をあげていきたいんですけど、オープン。さあ、どこにいるかな。あら、こんな端っこの方にいるね。いや、めちゃくちゃ可愛い。相変わらず小さいですね。で、前回の動画には水入れがなかったと思うんですけど、こんな感じでペットボトルを水入れに使っています。はい、ということでね、この子に今日は初餌やりをしていこうかなと思います。いや、可愛い。このね、背中のオレンジ模様が、鼻先は三角くなってるところがまた可愛いんですよね。いやー、いいね、君可愛いね。はい、正面から見たらこんな感じ。ちょっとね、かなり小さいんで、しっかりと食べてくれるか心配なんですけど、食べてくれるよね。かわいい、めちゃくちゃかわいいな。お、ちょっと今ウインクした。はい、ということでね、グダグダ喋ってないで早速餌をあげていこうかなと思います。ほい、今回与える餌は同じイベントで購入したコオロギですね。 3S サイズといった小さなコオロギを与えていきます。さあ、食べておくれ。導入。いけ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 。さあ、どうかな。お、一匹向かって食べた。早い。食べてくれましたね。いや、心配無用って感じで速攻で食べてくれました。いや、嬉しいですね。じゃあどんどん与えていきましょう。お、また一匹が向かってったよ。食べられるか。お、食べた食べた。すごいね、こんなちっちゃいのに。おほ、また食べた。食欲がすごい。で、コオロギもね、 3S サイズとかなり小さめなんですけど、まあ、この子自体ね、かなり小さいので、まあ、今回のこのサイズがギリギリって感じですね。まあでも食べてくれたんでよかったです。ただね、このサイズって僕の住んでるところのペットショップには売ってないんですよね。なので、まあどうしようかなって感じですね。まあイベントに買いに行くか、まあショップさんに頼んで小さいサイズを仕入れてもらうかするしかないですよね。さあさあ、まだまだ食べてよ。で、僕結構ね、カエル大好きなんですよ。もちろんね、爬虫類めちゃくちゃ好きなんですけど、カエルもすごい好きなんですね。ただカエルってちょっとね、飼育難易度が高いイメージなんですよね。お、食べるか。お、いたいた。すごいね、いい感じいい感じ。で、まあ、さっきの話の続きなんですけど、カエルって結構ね、突然死しやすいっていうイメージなんですよね。そのもちろん環境が合わなかったりしてもすぐ死んでしまいますし、特にね、原因が分からなくても突然死してしまうイメージがあるので、なかなかね、難しいんですけど、まあしっかりと育てて長生きさせていこうかなと思います。あら、こんなところにコオロギが逃げてるね。そう、お、いい感じに後ろに来たよ。気づけるか。どうかな。お、いいね、気づいた。
お、反応してる。あー、でもちょうど苔に隠れられましたね。さあどうする？苔から出てくるのを待つか。いや、これは心理戦ですね。さあどうなる？両者動きませんね。お、コオロギが少し動き出しました。頭を出しましたね。このまま出ていくとカエルに食べられるけど、おっと一匹来た。おっ、これはやりましたね。一匹を盾にして苔に隠れてたコオロギはうまいこと逃げましたね。まあどっちにしてもカエルちゃんは食べれたのでよかったですね。お、なんか口開けた。まあ、前回の動画でも言ったんですけど、サビトマトガエルは今回の飼育が初めてなので、まだまだわからないことだらけです。なのでね、こうやって観察するのもかなり楽しいです。ちなみに、ここに設置したコケシェルター、モスシェルターか、は一度も使ってるところを見ていません。早く見てみたいですね。ということで、今回の動画は僕の飼育しているサビトマトガエルの初給餌動画でした。どうでした？やっぱりね、めちゃくちゃちっちゃいですよね。まあそれでも、コオロギを一生懸命食べてくれたので、飼い主は一安心です。またね、この子が成長していく姿とか、動画にしてきますので、よかったら楽しみにしておいてください。はい、ということで、今回の動画は以上になります。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。